皆さんこんばんは、タチコです。今日のニュースは、TBS が東京15区補選の候補者を紹介する際に、日本保守党の飯山さんについて一切触れずに、候補から除外して報道してましたので、それについてね、見ていきます。まあ、TBS はね、これに限らずですけど、移民問題だったり、中東の報道でも同じように変更報道がひどいですから、まあ、またかって感じですね。はい。で、今回は TBS の N スタという番組内でそれが起こりまして、飯山さんもね、X で指摘をしています。TBS は飯山あかりと同じく無所属、諸派である乙武氏と須藤氏については報じつつ、飯山あかりについては言及すらしていない。これは公共の電波を使う放送事業者に対し、番組の選手にあたって政治的に公平であることを求める放送法第4条に抵触する違法な報道ではなかろうか、とポストされています。で、その問題の画像がこちらです。これあらあらって感じで、明らかに誰かがいませんね。これは一体どういうことなんでしょうか。はい。で、これ TBS はご覧の方々が立候補を予定していますと前置きをしてこの画像を出してますので、もう意図的に候補から消してますね、これは。いやー、さすが TBS ですよ。まあ、やることが陳腐すぎます。まあ、実際にね、今わかってる候補者がこちらですね。はい。まあ、見てわかるように8人いるんですね。まあ、それを TBS は5人だけと報道してるので、まあ、変更報道がひどすぎますよ。まあ、これはおそらく飯山さんが以前、中東問題で2回にわたって TBS の問題を指摘し、その2回とも訂正させたことがあるので、まあ、その恨みというか、まあ、そういう感情が先行してしまったんでしょうね。まあ、この N スターという番組は一応報道、情報番組という風になっているようですけど、まあ、今回のは変更報道とかいう以前の問題で、まあ、飯山さんのおっしゃる通り放送法に抵触するレベルです。まあ、というか抵触してますよね、これ。一連の流れとしては、まあ、無所属の須藤参院議員が出馬表明をしたというニュースを報じて、まあ、最後にご覧の方々が立候補を予定しています。と締めくくっての最後この画像ですから、まあ、これ見た人は、まだかもこの5人プラス須藤議員の6人だけが、今回の候補者なのかなって勘違いしますから、まあ、完全にアウトでしょう。まあ、こういう指摘をされた時に、まあ、大体メディアがする言い訳として、国政政党から出てくる人を紹介していますよっていうのがあるんですけど、今回報道された乙武さんは、まあ、ファーストの会という日本保守党と同じ諸派に分類されるところからの出馬なので、その乙武さんを出して飯山さんを出さないというのは、まあ、全くもって理屈が通りませんよと。そしてこのニュースの根本である須藤議員についても、まあ、無所属なわけなので、まあ、この二人だけ取り上げるという曖昧な基準での報道は、まあ、相当悪質と言えますね。なので、普通に考えれば、TBS と番組側が、まあ、単なる感情で飯山さんを意図的に切ったんだと思いますよ。で、まあ、テレビが全く報道しないので、まあ、改めてね、候補者を見ていくと、まあ、こちらの8人ですね。で、前回の選挙なんですが、投票率が 58% だったので、まあ、今回もおそらく同じぐらいの25万票を取り合う形になると思われます。で、前回の得票数を見ると、まあ、自民が約7万6千、立憲が約5万9千、まあ、そして前回3位で、今回も同じ候補者を出している維新が約4万5千で、まあ、残りが無所属って感じになっています。まあ、これだけ見ると、立憲維新がかなり有利そうに見えるんですが、今回は候補者が乱立しているので、票を取り合う可能性がかなり高いです。で、特に今回ニュースにもなった須藤議員が、立憲の票を取る可能性があるので、立憲の候補者の票数っていうのは、まあ、おそらく約3万から4万くらいで、まあ、前回ほど票を取れないと思いますね。で、そして一番有力候補の乙武さんについては、まあ、ファースト、自民、国民民主からちゃんと票が集まれば勝つでしょうけど、自民党支援者からは相当混乱と怒りが出てるっていうそういう情報もあるので、まあ、自民党の票は分散するでしょうと。そして国民民主もまあそこまで票に繋がらないでしょうし、まあ、公明党は難色を示しているので、まあ、おそらく4万から5万、まあ、よくて6万くらいですかね。で、かなり有利な気がする維新については、まあ、自民から票がちょっと流れると思うので、まあ、前回から少し増えての、まあ、5万から6万弱ぐらいは、まあ、いきそうですかね。そう考えると、結構5万から6万票ぐらいの勝負になると思うので、まあ、そうなると結構日本保守党の飯山さんも正直かなりチャンスあると思うんですよね。まあ、今回特に注目度が高いので、まあ、前まで投票してない層も入ってくるので、まあ、保守党がそこを取れれば、まあ、十分勝機はあるんじゃないでしょうか。まあ、いきなりの小選挙区戦で多くの人が無理だと思ってるでしょうけど、いや、これもし勝ったら、もう政界に激震が走るのは間違いないでしょうし、まあ、組織票は無意味なんだと。国民は今の政治に怒っているんだという、まあ、そういう鉄槌を自民党をはじめ、既存政党に対して叩きつける、まあ、そういう選挙になることを期待したいです。はい。まあ、そして5万から6万票なら本当に勝機があるので、まあ、飯山さんに頑張ってもらいたいですね。はい。ということでね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。